のガキ、どうしてくれんのよ。ごめんなさい。ごめんですめや。ポリスメンはいらないでしょ。クリーニング代もらっちゃうしかねえんじゃねえの。そうね、私いい人だから10万円で勘弁してあげるわ。そんなお金持ってません。うちに帰ってママにもらってきな。ちょっと植木、何しようっていうの。助け、分かってんの。あんたの残り財9個しかないんだよ。あんな奴らいちいち相手にしてたら、あっという間に残りの財がなくなって、あんたがこの世から消滅しちゃうんだよ。心配すんな、あんな奴ら力を使わなくてもコテンパだ。ちょっと植木、おい、その手。ちょっと人の話を聞いてないのよ。お前がコテンパかよ。それとどめじゃ。ああ、だれ。喧嘩は怠慢正々堂々。それが俺のポリシーよ。はあ？なんだ？何者なの？このガキ。あ？何者じゃねえよ。俺は鬼山紋次郎。略して鬼門よ。舐めてんのか、このガキ。この方が、風林氏の大魔王と知ってのブレーカー？レゴラ！風林氏の大魔王、略して林王か。はあ、あんたもう終わりよ。やっておしまい。お前ら誰？正々堂々、それが男よ。覚えてらっしゃい。情けねえ。ありがとうございます。嫌いなんだよな。一人相手につるんで喧嘩するような正々堂々じゃねえやつはよ。ワルには反応しない。この時は今度こそ絶対私が止めてみせる。それにロベルト・ハイドンが生きていると分かった以上、また植木を狙ってくる可能性がある。その時は絶対これが役に立つのよ。返してください。この9個の財でも対抗できる術を考えなきゃ。大体何？この新しく追加されたおしゃれな財布って。よう、モリ。ん？グモーニング。いやー、めっちゃおしゃれ。つかいつのおしゃれだそれ。フィーバーしてた頃。それに怪我はどうした？病院行こうと思ったら美容院に入ってしまい、こうなったとさ。ダジャレに生きとんのかお前は。制服に着替えろ。こっちが恥ずかしい。おしゃれじゃなくなるから嫌だ。Oh, my God.
敵はあっちか。行くぞ森。ちょっと待ちなさいよ植木。敵はこっちか森。そうだけど、なんでもいいけど、その格好だけはどうにかしろ。やだー、こら。セーバー、いた。あれってさっきのめっちゃ強いやつ。嘘、大数299。ちょっと植木、おめえもしかして能力者か。うん、しつこいようだが、俺は鬼山文次郎、略して鬼門。さっきはありがとう。略して先あり。略す意味ねえ。名前は植木康介、略して植門。名前変わってんじゃねえか。あ、じゃあまあ勝負すっか。俺の力は蹴り飛ばした土を鉄球に変える力。悪い、いくらなんでも不意打ちすぎた。何なのこいつ。ほらよっと。なんであんたが植木の治療してんのよ。敵っしょあんたは。敵じゃねえ、鬼もんよ。どうもありがとう。またお礼言うかい。不意打ちはよくねえよな。正々堂々じゃねえのはこの鬼門のポリシーに反する。たとえそれがバトルであってもよ。正々堂々って。さてと、次は容赦しねえぞ植木康介、略してキスケ。来い。蹴り飛ばした土を鉄球に変える力。容赦しねえって言ったろ。正確な攻撃なの。財の数299は伊達じゃない。それに比べて植木の財数はたったの9個。どうやってあんなやつに勝てって言うのよ。おお、鬼山文次郎くんですか。こりゃ今度こそ植木くんの負けは決まりですね。よっちゃん、いつからいたのよ。さっきから見てましたよ。だったら植木が負けないように何とかしなさいよ。そうですね。あてさてどうしたのか。でもやっぱりどうにもならないっぽいかも。こら、早く手を考えなさいじゃば。植木くんには今度こそ負けてもらいますよ。なんせあの鬼山くんはこの前のボーロくんより桁違いに強い。財数が上なのはもちろん、バトルの経験値が半端でなく高い。植木ダリーゼキスケ。これがおめえの力か。はっきり言って誰。キスケ、おめえは俺には勝てねえ。なぜなら俺は絶対に負けるわけにはいかねえからよ。絶対にな。なぜなら俺は絶対に負けるわけにはいかねえからよ。絶対にな。何？村を出るだ？
ああ、俺だけじゃねえよ。この学校のほとんどのやつが卒業したら引っ越すらしいぜ。いつまでもこんな村にいてもな、寂れていく一方だし。そんな簡単にこの村捨てんのかよ。笠田なんだ、みんなで村盛り上げていこうって言ったじゃねえかよ。そんなこと言ったってよ。そうだよ、この学校だって俺らが卒業したら廃校になるって話だぜ。何？どいつもこいつもだるいやつばっかだ。ここは俺の生まれた村、略して馬村なんだ。俺は絶対にこの村捨てたりはしねえ。ゴンジ、どうした？腹が痛えだ。腹？なんじゃこりゃ。痛えよ。仕方ねえ、町まで連れてやるからもう少し我慢しろ。もう少しだ、ゴンジ、我慢しろ。もう大丈夫、命に別状はないよ。そうか、じゃあ朝までここで寝かしてやってくれ。そしたら連れて帰るからよ。バカ言っちゃいかん。医者もいない村にこんな状態の患者を返せるわけないだろう。しばらくこの病院に入院してもらうよ。入院？ちょっと待ってくれ。ゴンジーは身寄りがいなくて、入院つったらここに一人きりで置いていくことになっちまう。村に帰れば村の連中が。仕方なかねえ。ゴンジー、こんな状態で村さ帰ったらまたみんなに迷惑かけちまうからな。仕方なかねえ。ゴンジー、村に帰れねえなんて、村にいらんねえなんて、そんなのありかよ。俺の村は、俺の馬村は一体どうなっちまってんだ。その時俺は誓った。俺は俺の馬村を絶対に蘇らせるってな。そうすりゃ村から出ていかなきゃいけねえやつも、村に帰れなくなるやつもいなくなるってよ。だから俺はこのバトルに参加したのよ。それで空白の財が欲しいのか。おめえに恨みはねえが、とっとと優勝して村おこしの財手に入れさせてもらうぜ。はっきり言って、お前ダリーゼ。何？はあ？お前の村おこしの財、ダリーって言ってんだ。挑発してどうすんのよ！なんだとくら、俺の村おこしばかりするやつだろ！許せ！なんて数なの？避けれるもんなら避けてみろ！避けねえよ。何？ゼキには命中の財がある。回避の財。俺の村おこしが大事だぞこら。他向いてろ。少しバカにする奴は容赦しねえ。覚えとけ。ウキ！何？やっぱダリーよ。お前の村おこし。俺の村おこしのどこがダリーってんだ。ああ、空白の財の力当てにするなんてダリーって言ってんだ。何？仲間作って苦労して
汗流して努力してそうやってやるのが本当の村おこしなんじゃねえのかって言ってんだ。てめえに何がわかる。そうです。立っちゃダメ。あんた正々堂々なんだろう。だったら空白の財使うなんてインチキしないで村おこししてみろよ。それが男、鬼山紋次郎じゃねえのかよ。てめえなんでだ、なんでそこまでやられて立ってこれる。おめえの欲しい空白の財ってのは何なんだ。わかんねえ。何、空白の財で何するかなんて考えてねえ。ふざけんな。ならなんでバトルに参加してる。秋から空白の財を守る。そのためにバトルに優勝する。それが小馬戦の俺の正義だ。せーの、外れた。いや、外した。てめえわざと外しやがったな。なんで外した。男の勝利、情けかけてんじゃねえよ。そんなアマちゃんが正義だと、空白の財を守るだと、ふざけたこと。あ、嘘。え、情け、何それ。あんたいいやつだ。でも悪から空白の財を守るために、正義を守るために、この勝負負けるわけにはいかない。そうだ、植木はそうなんだ。財がなくなったら自分が消滅しちゃうっていうのに、いつも人のために、正義のために。だから空白の財を守るためにこのバトルに優勝しようとしてる。植木を守るだけじゃなく、植木をこのバトルで優勝させる。そのためにこの盛り合い、植木を全力でバックアップさせていただきますです。面白いな、おめえは。やっぱ男はそうでなきゃな。決して ああ。